僕は今日舌を切りました。今回はその続きのお話でございます。オペレーション K、 イエスボス、プロダクションガーチャンネル、皆さん承諾です。ボス矢原川です。とねーこのまーさん、はい、ということで本日はなんですけども、カースネーク 6.5 経過報告と多かった質問について、イエイ、はい、7日前になります。セルフで自分でメスで切開しました。まだ見てないよって方はこの後でいいんで概要欄から飛んでみてください。はい、前回の動画の中でですね、次見てもらうのは数ヶ月後かなみたいな感じで言ったと思うんですが、もう出た早いなとなったかもしれませんが、かも思います。自分の傷の治りが早いのか、こういうスピードで見てもらえるのか、普通に動くのかよくわかりませんが、もう見てもらえる状態なんで、はい、今日は経過報告を先にしたいと思います。その後にですね、多い質問というかコメント、これまあこのシリーズ始まった時から本当に多かったんだけど、まあ舌切ると大量出血で死ぬんですよとか、昔はそうやってとかね、多かったんだけど、まあ、特に触れる必要ないかなと思ってたんだけど、前回特に同じようなコメント多かったんで、否定するわけじゃないんだけど、どうなんかなって、もうまあ一応からの見解を答えとこうかなと思ってます。そういうことばっかり考えてきたんで、詳しいわけじゃないけど、まあちょっとは普通よりは知識あるかなということで、それを話しておきたいなと思ってます。まあアニメとか映画の影響でね、舌噛んでまあ死ぬみたいな、そういうイメージ強いと思うんで、最後はそこに少し触れておきたいと思います。ではでは本日は2本立て張り切っていきましょう。はい、偉そうに経過報告って言った割に、別に特に普段と変わらないような日々を過ごしたんで、なんてないんですが、断面はね、まだ見せれないんだけど、こんな感じです。なかなか綺麗にできてるっしょ。わかんないけど、なんかか、背中の中だから、バランス悪く見えるけど、舌先だけ、なんかペロってだけとか、するときあるかわかんないけど、なんか、かわいいなとは思います。で、一個悩みが、持った時にさ、出した時にさ、右の方が短く見えると思うんですよ。ほとんどセンターで切れてて、なんでこっち側から短いんかなと思うか、変な鼻やれんかとかなんかね。かな。ここが、舌長くて、常にジョージの時切る前からそうなんだけど、まあ、歯の裏に舌が当たってるんやんか。で、切ったことによってさ、圧がかかって、この変な歯並びのせいで、奥へ押されるから、なんかこっちだけ、短くなるね。今回前にしか通って、マッサージしてたら、さあ、長さ揃うんだけど、なんか常に押されてる状態で、これまあ、断面まだね、しこりというか硬い状態なんで、落ち着いてきたらマシになるかなと。で、柔軟性ついて思ってるんだけど、ここはちょっと経過を見ていかないとって思ってます。で、もう一つ迷っているのはどこまで切るかですね。この人やつって言ってるので一応これはこれでありな気もする。もっとね、丸く完成してくれるんだったらこのままでもいいかなと思うんだけど、まあ、とりあえず目先では切る予定ないです。とりあえず完璧に完成してその状態見て、もう一回切るか切らないか判断したいと思ってます。で、切った後の痛みなんだけど、マシというか、そんなに、まあ、痛いけど、って感じかな。ヒリヒリする、染みるっていう方が多いと思います。まあ、食べ物とかも奥まで、やらないと、舌先で味わったら最悪ですね。甘みはいけるんだけど、塩味、もう塩系のものが全部、すごい痛いかなっていうぐらいで。でもそんなに、しんどいこともない。今もまだ多少、塩っぽいものとか、まあ、刺激のあるもの食べたらピリピリはしちゃうんだけど、そんなに大丈夫な感じでした。じゃあ次に気になっている方が多いと思います。舌を切ると死ぬって本当なのか。かも別に専門ってわけじゃないし、まあ間違えた知識言うのも悪いなと思うから、特に触れてこなかったことだけど、まあコメント多いし、まあ、みんながそう思ってるなら、他の意見言ってもいいかなと思って。だからそんなにもう聞き流してくれたらいいんだけど、基本的に多いのが、まあ舌切って出血死っていうのが、すごい多かったです。もう、すごいというか、みんな多分ほとんどがそう思ってるんだと思うんだけど、わかんないけど、出血死は無理かなって思ってるだけかもしれないんだけど、多分そう。下手、噛み切って、出血、その、死ぬっていうのはできるかもしれないんだけど、出血死ってなるとなかなか難しいかなって思います。まあ、例えば、だったら、ぴゃんって切って、そのまま出血か、抑えてたと思うんだけど、だって抑えたらば、
ちゃんと止まってくれるからそこでふざがってはくると思う。血は止まると思うんだけど、切ったまま垂れ流しにする。それでも下ぐらいだったら川は致死量出ないと思うんだけど、わからないけど。誰だってそうやん。試したことなんかないから、わかんのくいと思うけど。まあ、例えばなんか、その切る前になんか、切った後、例えば、やったらあるかもしれないんだけど、それより多いのが多いというか、多分、ここは先端とか切っても全く問題なくて、根元で、これもう噛み切ってるの映画とかでも見ても無理やと思うんだけど、根元で切ったら、舌が奥へ入るんや。ピンって。張ってるものや、筋肉を切るから、パーンと奥へ入るから、それで窒息死っていうのは可能やと思う。で、そこで、奥で血出るやん。舌切った分で。そこで、まあ、気管とかに血が入って凝固してとか。そういうのがあるんで、まあ、切った場合は出血死じゃなくて、うん、窒息死になると思います。あと、まあ、映画とかさ、アニメで言ったら何だってあるけど、ここ別にないやんか。もう、捕まりそうになってて、舌を噛ませるな、みたいなシーンってたまにあると思うね。アニメでもよくあって、それ、わからないか、自己解決で昔から自分の中である考えなんだけど、あれって、わからない。仲間とかいてて結構下っ端のやつらやと思うねんか。自白剤とか使われんようにしてるんかなって思ってる。そこを、メディア的にとか、アニメとか、その、映画的に触れれないから、あれなんかなって、わかんない、そう自殺とか死ぬように、な感じに描写に見えちゃうんかなと思ってるんだけど、わかんない、わかんないけどね。かはそう思ってる。自白剤打たれて、喋るときに舌切ってたら滑舌ないから喋れんやろっていうことだと思ってます。まあ、その時によりけりというか、まあそのね、用途、狙ってるものに対してって感じかな。どうなりたいかに対して、まあ動きは変わると思うけど、まあ、基本的に別に間違えて噛んで切っちゃったとかないと思うけど、その時は大丈夫だよ、みたいな。だから出血でっていうコメント多いけど、なんか違う気はする。だったら、窒息の方が正しいと思いますってだけです。はい。じゃあ今日はちょっとお話の動画になっちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。ぜひですね、前回の動画がちゃんと作ってるんで見てもらえたら嬉しいと、チャンネル登録、高評価いただければなと思います。ちょっと前から概要欄の方にですね、おすすめピアスショップってことでですね、ドラッグテストの方を記載させてもらってます。これ特に案件とかじゃないんで。はい。本当におすすめなんで、よかったらこの後でいいんで、覗いてみてください。マジで日本一安いと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、カーでした。ありがとうございます。今回からの新しい中コマというか、コマ割り用というか、なんて言えばいいかわかりませんが。はい、新しく作ってみました。見慣れてください。彼岸花は好きですか？